皆さんこんにちは。今回はフィリアバースデーオーダーを引いていこうかと思います。これの単形装備時攻撃力が1000上昇っていうやつがあって、これがどうしても欲しくて引こうかなって思ってるんですけど、まあ1000上昇ってすごいですよね。まあ突属性のやつもなんか突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇とか、打属性のやつはダー800とかあるんですけど、これは攻撃強化4で攻撃力が 15% 上昇というやつで、例えばこういう黒曜の修験者リーファっていうやつは五兵サイリさんっていうやつ、これ突800のやつですね、とこの出血追い打ちってやつ、これ出血状態の敵に対して攻撃力が 18% 上昇っていう感じで、出血状態の敵にっていう条件がついてるんですよ。で今のフィリアのやつは条件なしで攻撃力が上がるんですよね。これがすごくいいと思います。まああとは打属性だと俺持ってないんですけど、フェイクオーダーユージオっていうのがあるんですけど、これはね破砕傷でダー800のやつですが、デバフ状態の敵に対して打属性の弱点ダメ 30% なんですけど、まあこれは、まあ、これで強いというか、まあ、片手コンとか使うときすごくいいし、まあ、斧でも使うことあるかな。ただやっぱりデバフ状態の敵に対してっていう効果がついてるんですよね、条件が。だからこの無条件で攻撃力が上がるっていうのがいいし、探検って新熟練度スキルがちょっと来たんですよね最近。この磨かれた一撃っていうのが強くて、探検装備時に毒、火傷、出血、凍傷の敵に対して攻撃力が上昇、1スタックにつき 0.1% 上昇っていうのがあって、まあ例えば探検のこの時アルゴってやつは1スタックにつき 0.5% 上昇なんですけど、この毒、火傷、出血、凍傷すべてのスタック数を合計したものにつき 0.5% 上昇なんで、でそれぞれの状態上この4つそれぞれ99が最大なんで、で994つだから 99×4つ分ですね、そのスタック分上昇するんですよ 0.5% で、さっきの熟練度スキルと合わせると強かったりで、配布ですねこれ87層だったかな、あの温泉の階層だった記憶が、なんか間違ってたらすいません、多分そんな感じのやつだったと思うんですけど、それねストーリーでクリアするとこれ手に入るんですけど、まあこういうやつと、まあ、例えばこういうあの学園の亡霊アリスとか、こういう天真爛漫な歌声シリカとか、こういうの合わせるとね 0.5% になって、でこの時アルゴとね同じあの数値になる、同じ効果になるんですけど、まあ、これがとにかく強いと。でその状態上4種っていうのをこういうコネクトスキルですね、コネクトのあの毒、出血、火傷、凍傷にする効果があるやつですね、こういうやつ、これ全部あの状態上つけれるんで、こう1枚で、でしかもコネクトチェーン効果で敵にかかってる状態上スタックを50、15って増加させるんで、こういうやつですぐスタックを貯めていく感じなんですけど、これになんかどういうのを連結するかというと、まあ、例えばこういうね最近出たアート料理に挑戦シリカ劣化4バフってやつですね、多分これまだやってるやつか、これパステルメイドオーダーってやつのこの一番下のこのシリカですね、これが劣化4バフで、でこれスタックブーストで強いっていうのをちょっと前にあの弓でなんでキョンシーシノンが強いのかってやったと思うんですけど、まあ、こういうのが、まあ、コネクト連結とか、まあ普通にこれ心眼だから普通につけてもいいけど、まあ心眼は今の環境は使わないかな、クリティカル出さないっていう感じだと思うので、クリティカル耐性高くてっていうものだったり、あとこれですね、呼吸を合わせてシリカ、これが筋力増強4バフがついてて、しかもスタックブーストなんですよね。これはまあコネクトに連結しない感じだと思いますね、スタックブーストなんで、こういうのを併用していく感じになると思います。でまあ探検なのでパワーアライズ4が使えるんですよね。で直剣モッドより多分強くなるんじゃないかなっていう話で、まあそもそもなんか土属性使う時はね探検の方が強いとか言われてたんですよ、ギルドランキング戦では。まあだから本当に探検が
これからねやっぱスタックブーストとかコネクトチェーンとか使って、まあ、状態異常とかあのバフのスタックとかすぐ上げてっていう運用になってくるんじゃないかなって思うんで、まあ、とにかくこれ残属性使うなら本当に必須級になってくると思うんですよ。だからちょっとこれを今回は引こうと思います。で今1万8000いくつかあるんですよジェムが。でまあ2周くらいは今回できると思うんでちょっとこれでね引いていこうかと思います。お、なんかあれですね、背景がハッピーバースデーキリトって書いてありますね。これえなんでキリトって書いてある、これキリトバースデーじゃないよこれ、ハッピーバースデーキリト、あ、なにバイキリト、え、ハッピーバースデーキリトじゃないよこれ、フィリアだよ、ちゃうねんこれ、これ縦は違うんだよな、縦は違う。お、アビリティだ、アビリティ、お、お、お、アビリティ、アビリティだ、来い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 、あれ、あ、あ、まあステップ1だから、まあレイピア飛ばしで、レイピア飛ばしで、まあステップ縦も飛ばしで、コンじゃないな。お、アビリティ来てくれ頼む、来てくれ頼む、お願いお願いします、お願いします。お、お、アビリティ枠来い来い来い、1250ジェムで来てくれ、はい、まあこんなもんでしょ。じゃあステップに行きます。お、さっきと違って読み込みがなんか短いな。あー、まあステップにはなまだ確定枠ないので、まあ、これもアビリティですね。全然来ないな。いやー、ほんと来てほしいな。いや、マジで来てほしい。槍が多いな。お、探検だ。探検刻印頼む。あの、土属性の鬼バフもついてるやつね。あの、スイッチでなくても起動するのがいいよね。まあ、フィリアバースデーなんで他のフィリアも出る可能性あるんですけど、他のフィリアもあのトレジャーハンターフィリアとかあの生息性鬼バフのあのスイッチじゃなくても起動する刻印のやつとかね、まあ、それでも全然十分嬉しいんですけど。お、アビリティね、来てほしいね。いやでも来ないだろうな。うーん、まだ来ない。いや、ここだな、ここ。いやー、ここが勝負ですね。お、アビリティですね。来ないかな。頼むよ、頼む。このピンク色の宝箱ラッピングすごいね。てかピンクの宝箱って、え、どう、何ラッピング してもらいに行ったの、何のお店でこれ頼んだんだろう、この宝箱。ダンジョンの宝箱みたいなのあれかな、なんかもらって、なんかどっかで取ってきて、どっかのお店、エギルの店なんかでラッピング頼んだのかな。でもこんなさ、でけえ宝箱にラッピングとかなかなかないよね。お、アビリティ来い来い、来ない。まあでも確定枠があるんでステップさんは。斧だ、違うね。あ、俺何回目か数えてないけど、そろそろかな。鬼バフ来るか。お、お、よ、4回覚醒、覚醒演出。お、覚醒演出来た、来い来い来い。お、おお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 、まあ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 、まあ、あ、全然いいよ、全然いい、全然いいわ。いや、まあ、まあまあだね。いや、次行こう、どんどん行きましょう。まあまあだね。小国印はあのアクセルでも使えるので、これでさらにまああの残属性、あ、残属性じゃねえや、探検装備士に1000上昇じゃなくて他の国印が来たとしてもなんかちょっと嬉しいなとは思いますね。小国印もね、なんだかんだ欲しいというか、うん、持ってなかったら、なんて言うんだろう、刻印2枚と小刻印と、あーでも、うーん、どうなんだろう、まあ小春に持たせてもいいのかな、そのスイッチ起動じゃないタイプなので。
いいと思います。小刻印アビリティ、いやでもさすがにさ、さすがに確定枠以外もさ1回ぐらいは来てもらってもいいんじゃないの。なんで最近さ全く来ないんだよ、あの確定枠以外で星4が全く来ないの、全然来ないの。そんなことある？来なさすぎだよマジで。お、あーまあでもいやーまあでもまあでもあーうーんまあでもあーあーうーん、お、いやこれで来るか。はい、なんでエギルが入ってんだよフィリアバースデーに。なんでエギルが、ああ財宝独り占め、もうさっき当たったよ、財宝独り占めさっき当たったよ。来い来い来い、来てくれ。ああさっきこれ当たったよ。いや確かに確定枠以外で星4来たけどさ、いやこんなことある？いやーマジないわ。え嘘だろ、直径？お、今度こそ今度こそ今度こそ、おおおお来い、演出なしで、おお来い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 、いいスキルだけど、いやまだ望みは捨ててはいかん、まだだまだだ、まだ終わるんよ。ハッピーバースデーキリト、フィリアバースデーなのにハッピーバースデー。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。探検探検、なんで探検なんだよ、なんで。いや嘘だろ。おーいいね、いや嬉しいけど、いや嬉しい、いやめっちゃ嬉しいよ。あの探検刻印持ってないから、あー嬉しい。こう機運向上でこうスイッチするとさ、このアビリティだからこれあのクリティカル上昇でスタック制で、これさあのあれかな、おみやしこはると一緒のやつかな。いやーこれ6035ジェムだからちょっと足りないけど、ステップ1引こう。いやー俺諦めない、諦めないで、いやこれで行こう。いやいいんだよもう、いやーもう当たんなくても引くでしょこれは、無理してでも。いやーこれで出なかったら確定枠次いきなり引く感じですけど、どうしようかな。あと250ジェムさ溜まってからまた動画作ればよかったかな。いやー来てほしいな、難しいか。いやーもう、いやーそうだよな、来ないよな、いやーもうこれで、これで最後なんで出てほしいけど、アビリティ、いやでもまあステップ2だからな、ステップ2だから、来いアビリティ来い。あれ俺あれじゃね、排出率見てから引いたっけ、俺排出率見ないで引いてるわ。いやここ最近ですげえ珍しいな、排出率見ないで引くとかありえなかったぞ、バカでしょこれ。散々さ、いろいろあったのにね。あーそうだよな、これ待って 25% じゃないのもしかして、え 25% だよね、あ 25% だよ、まあお祝い宝箱フィリア欲しいんだけどな。あ財宝独り占めフィリアか、めっちゃ独り占めしたわ。あ、これでなんかちょっともらえた。
まあな、出たとしても探検持ってるのゴミだからな俺。あの探検モッド持ってなくて、探検増えたのがいいんだけどさ。いやーでもこれ10凸厳しいな、小石足りねえよマジで。あーまあちょっと微妙な結果に終わっちゃったんですけど、動画ここら辺で終わりにしようと思います。でもあの嬉しいんだよ、すげえ嬉しいんだよマジで。いやこれはすげえ嬉しい。まあカオスラスなんとかやんないと思うけど、いいね、いいと思います。覚醒だしね、まあ、メインセットもっと入れながらこういうのもね入れて、あそうそう、さっき言ったそのスタックのやつもそうだけど、覚醒中に刻印打てるっていうのが強いよね本当に。それも思いました。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。